有史以来、人類は様々なエネルギーを手に入れ、文明はその力に導かれて歩んできた。では、メタトロンほどのエネルギーが導く文明の行き先は何だ？着地態勢に入る。 MR-142 リンゴイグニットロック解除。着地まで20。珍しいな。何？メタトロンだ。医者ずいぶん位置が浅い。こんな表層にメタトロンが。それもバカに強い。なんだありゃ。オービタルフレーム。セットされている。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。アーマーへ行くのか。エイダ、答えてくれ。アーマーへ行くんだろ。だったら何なんだ。エイダはジェフティをアーマーで自爆させる気なんだぞ。エイダ、お願いね。アリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。ダメよ。見ろ、メタトロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。止まれ。
失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティから供給されてるの。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。この2機の性能は互角だが、ジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。勝てるかどうかはランナー次第だ。邪魔だ！計画の目的は支配ではない。破壊だ。来た。アヌビスです。私がいなくなっても必ず、ねえ、必ずアマンを止めて。アヌビス！レオ待て。アマーンは私を選んだ。宇宙の意志が、人類の無意識が終末を望んでいるのだ。見ろ、これがメタトロンの意志だ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。私たち仲間でしょ。戦闘終了。アヌビスの勝利です。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。お疲れ様でした。